そのまあ、日本と韓国に似たようなですね、その両国で世界大会を争うっていうのは、事例が多いんですよね。チャッチャイ・ダッチボーイジム対マニー・パッキャオの一戦です。チャッチャイは暫定時代も含めて今回が5度目の防衛戦になります。一方のマニー・パッキャオは世界初挑戦、こちらがパカのトランクス、挑戦者のマニー・パッキャオです。一方チャンピオンの方は白のトランクスを履いています。さて浜田さん、試合前の一言、ワンポイントはどこに置かれますでしょうか。どっちかというとチャッチャイ、安定チャンピオンになりつつあると思うんですね、はい、そのチャンピオンに対して、パッキャオ敵地で、打ち込めるだけのエネルギーがあるかどうか、エネルギーがあると面白い選手だと思いますよ。そうですか。挑戦者はサウスポーです、マニー・パッキャオ。 WBC 世界フライ級のタイトルマッチ、まもなくゴングであります。両選手がすでにコーナーに分かれましたが、応援がすでに今声援が湧き上がっていました。ゴングです。試合開始。もう一度お伝えしますと、白のトランクスがチャンピオン、チャッチャイ・ダッチボーイジムです。挑戦者が赤のトランクス、ランキング4位フィリピンのマニー・パッキョウです。パンチ力を持っています。ボディを打ってきました。サスポースタイル、パッキョウです。97年5月、チャッチャイは暫定王者となりました。暫定というのは、有利選手が当時拳を骨折しまして長期療養中でした。そのため暫定王者となりました。そしてその正王者でした有利選手と97年11月対戦しまして、正式王者となりました。その有利選手との試合というのは、有利選手がちょうど V10 10度目の防衛戦だったんですが、有利選手それを達成することができなかったわけです。チャッチャイが阻みました。前に出ていきます。屋外での試合です。左を出しました。割と立ち上がりから浜さん、はい、今日お伝えした3試合の中では、この試合というのは割とお客さんがですね、立ち上がりからいつものような感じで湧きつつありますね。そうですね、やっぱり安定王座の何て言うんですか、スピーディーなところは最初から行くだろうという予想をしているところもあると思いますね。なるほどね。そういったチャンピオンにかける期待あるいは思いというのも、それぞれの選手に違いがあるでしょう。右のボディーブロー、チャッチャイです。小泉さん、このチャッチャイというのは、何人かチャンピオンがいる中でどのくらいの人気を誇っているんでしょうか。チャッチャイは技巧派なんですよね。ただですね、有利に勝ったと、有利っていうのはもうタイではビッグネームですよね。マンチャー来てかせるにそのノックアウトがって2度してますし、 ね、それに勝ったということで、その評価は高いですね。なるほど、そういった過去の、おっと、見合わせました、打ち下ろしました。キャリアも踏まえてのこのチャッチャーの声援、右です。アグレッシブです。非常に攻撃が多彩でも有名です、チャッチャイ。これがプロ35戦目になります。プロ35戦目、いっぱいだけしています。ただ一番タイでやはり現在人気があるのはサマン・ソーチャトロンなんですよね。やはり、倒し屋ですからね、そして長期政権ですからね。一方のフィリピンのパッキャオ、これが25戦目になります。非常に若い強打の左のファイターであります。現在21歳、完全な正面的なファイターですね、この選手は。そうですか、はい、赤のトランクス、パッキャオ。ジャッジ席に内田正和さんの顔が見えますね。向こう側ですね、はい、ジャッジのうちの一人に入っています。内田さん、左を出していきましたが、ここでゴングです。第1ラウンド終了しました。いかがでしょうか。1ラウンド目、軽い速いパンチなんですけれど、はい、的確にヒットしているのはチャンピオン、チャッチャイの方ですね。10対9、チャッチャイです。プロフィールのことなんですけれども、挑戦者のフィリピンのパッキャオはですね、76年の12月生まれ、21歳という情報なんですが、他の情報も何かこうあるらしいですね。いや、私はそれはフィリピンで聞きましたね。実は78年生まれでまだ19歳だっていう説もあるんですね。日本のようにですね、戸籍制度がしっかりしてないですからね、はい、バースサーティフィケート、誕生証明書っていうのをフィリピンでは出すんですよね。なんかそこで結構ミスがあるらしいんですよ。そうですか、そうしますと何か19歳のが正しいような感じもありますね。本人たちとか周囲は19歳だって言ってるんですよね。それこそ若き左のファイターというキャッチがぴったりになってきます。マニー・パッキャオです。
一方のチャッチャイの方はチャンピオンは28歳です。 WBC 世界フライ級のタイトルマッチ12回戦。まあ、私がルイス・エスピノサのマネージャーしてた時にですね、同じエルムジムで練習してたんですけど、マネージャーにならないかっていう話があったんですよね。え、このパッキャオですね。あ、そうなんですか。で、練習見て私辞めたんですね。調査的にはちょっとダメかなという感じだったんですか。やはりちょっと避ける感が良くなかったですね。だから、ディフェンスをおろそかにして、ともかく打つこと打つことでですね、もうそれを防御にしてくるタイプですね。じゃあここまでタイトル戦まで来るとは思って、まあ、いなかったわけですね。いや、この選手はですね、やはりそのパワーありますね。はい、そしてただ避ける感がないんですよね。はあはあ、だから強い弱いじゃないんです。やっぱり好みっていうのがありますから。ジョーさんの好みにはなかった、はい。ジョーさんに捨てられた赤のトランクス、マニー・パッキャオ。まあ捨てたわけじゃないんですよ。話し合ったんですけど、私は断ったんですね、練習を見て。という赤のトランクスはそのパッキャオです。白のトランクスがチャンピオンのチャッチャイ。浜さん、立ち上がりの2人の印象は、おお、右決まった。右だよ、右行きました。チャッチャイチャンピオンです。突然の右でありました。まあ、今のパンチを含めて浜さん、どうでしょう、はい、その立ち上がりの2人の印象は。チャンピオンのチャッチャイとすると、まあ、サウスポースタイルが得意かどうか分からないんですけどね、今見た限りではやりやすいと思いますよ。あ、そうですか。はい、挑戦者のパッキョが、はい、正面的な選手 ですからね、やりやすいと思いますね。正面的というのは正面からまっすぐ来ると、正面からしか来ないと。あ、左に攻めと、まさにこれはそうでしょう。ちょっとパワーはありますけどね、読みやすいですね。相手の出方が読みやすいですね。あ、戦前の予想ではその2人を比べた場合、パッチ力だけはこのマニー・パッキャオチャンピオンを上回ってるだろうと、こういう評価が下されています。今右フック空振りしてバランス崩しましたけどね、ああいった崩し方をよくするでしょう、この選手は。今のボクシングからは結構すると思います ね。 そうですね。今も透かされました。飛び込んでいったところ打ち込まれています。前につんのめって非常に無防備になる時がありますね、挑戦者のマニー・パッキャオ。まあ、正面的ですからね。挑戦者の右のガードをですね、はい、まあ、今ちょっと低いんですけど、盛んに上げながらやる時があるんですね。今の感じで、はい、右のガードを常に上げるという練習をしていると思うんですね。はい、打つ時にはですね、攻めに行く時には右が下がってますね。今は上がってますね。今普通のホームレスが上がってますよね。攻めに行くとか右が下がりますからね。はいはい、ですからチャンピオンとすれば左をどんどん打っておいて崩しておいて、右ストレートを叩くやり方だと、本当にやりやすいでしょう。なるほど、はい。挑戦者サウスポーの利点はほとんどないですね。ないですか。はい、サウスポーの悪いところ結構パッキャオ自身にはパンチありますよ。はい、第3ラウンドです。 WBC 世界フライ級の タイトルマッチです。チャッチャイダッチボーイジムマニーパッキャオ。ダッチボーイジムというのはこのリングネームでありまして、先ほど向こうが泰国のスーパーでは、ササクルという、ね、名前が出ていました。チャッチャイササクルです。これが本名なわけですか。そしてタイ語ではですね、最後の L は N の発音になるんですね。ササクン、ササクンなんです。これがこの名前でオリンピック、ソロオリンピック出てるんですね。はい、その後ですね、この選手名前、2度変えてんですね、チャッチャイエリートジムっていう名前になりました。で、今度そのスポンサーが変わりまして、もうチャッチャイダッチボーイジムですね。もう紛らわしいことこの上ないですね。そうですね。でもチャッチャイはそんなに変えてない方じゃないですか。もっと変えてる選手はいっぱいいますもんね。まあ、鬼塚選手と戦ったですね、はい、頼むさくシスボーベですね、はいはい。まあ、この選手は6度名前変えましたから ね。日本の落語家じゃないんですからね、どん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 そういう名前を変える選手が大国にはいるということであります。なんか縁起を担ぐということもあるんですか。生命学っていうのがありましてね、はい、そして負けたりしてその新しいのを呼び起こすためにですね、名前変えたりすることがあるらしいんですね。というチャッチャイ、この試合はダッチボーイジムというリングネームです。日本も、まあ、欧米の国から比べると結構名前変える方ですよね。あ、そうですか。まあ、戸口選手がピューマ戸口になったり、戸口貴人選手になったりとかね。浜田さん、はい、浜田剛志選手は浜田剛志選手のまんまですね。まあ、やっぱり普段であると、まあ、本名がいいんじゃないかなと私は思いますけどね。そうですよね。ただ彼も
歴史の史ですね、一番下のね、はい、4文字目ですね、いたんですね、はい、それはやはりおーっと引っかかってきました。まずはそれをつけた方が先が開けるという意味で、まあ勝負師はそういった自覚ですか、王と覚醒のことをちょっと言われて、それで実際ね、この今の歴史の詩をつけて、これ本名なんですよ。あ、本名になったわけですね。なってます。なるほど。ゴリゴロです。左激しい打ち合いになりそうです。このラウンドはパッキャオよく出てますね、出ていきます。頭またきました。右振った、インサイドから打ち返してくるのはチャッチャイ。ちょっとパワーで押されてますね。そうですね、大振りながら出ています。というのはチャンピオンのパンチが軽いんで、あ、打たれても打たれてもどんどん前に出ていっているわけですよね。はい、ぐいぐい出ていくシーンがこのラウンドありました。第3ラウンド終えています。このラウンドは挑戦者パッキャオのラウンドですね。はい、だいぶ構成を評価したものですか。そうですね、まあ、構成していいパンチ当たってましたね。左の、まあ、フックですね、はい、そして右フックもそのヒットしてましたし、パッキャオというのはですね、ウェイトがきついんですよ。ともかく体がですね、身長100、found a lot of glove there, the last punch in that combination got through, as did that one. Decent end to the second round for Chachai Shashakul. Trying to just find that left hook, Shashakul, but not on that occasion. Powell's defence is a little bit limp at times, and that's allowed the Thai just to gain a bit of momentum. But now Pacquiao running forward onto that left hand, trying to get Shashakul into the corner and stop him from dancing around the outside. Pacquiao wants to get into close quarters, doesn't he? He wants this one at close range, but Shashakul won't let him do it, fending him off with a stiff right hand. Little dab away with the right from Pacquiao, and just threatening to explode at times when they do come close and start to trade blows. Pacquiao enjoying a slight height advantage, and you can see that the way that Shashakul is always reaching up with those headshots. Maybe better verse to go downstairs. Trying to throw a right hook there, but every time he's threatened to throw something big, Shashakul seems to have something on the counter, and that at the moment is what Pacquiao is concerned about. Good left hand there from Pacquiao, just seemed to rock Shashakul, and now he really is on the run, just up against the ropes and needs to get out of it. Doesn't want to take too many in a row. Pacquiao can stagger you and then stun you. And he knows that now. And Pacquiao is starting to come on strong in this fourth round. This is good stuff from the challenger. And this is what he needs. Sustained periods of pressure if he's to look like the favourite here. That's if it does go, of course, the distance, and not too many of his fanciers to do that. Shashakul seems to have regained his composure here. Trying to throw that right hook on the turn. Even seem to register, but Cal's taken the punch as well. Round five then, this WBC flyweight title on the line, the title of Chachai Shashakul. The man trying to take it, Manny Pacquiao of the Philippines. Safe to say, more than a prospect at this stage in his career. But to truly fulfill the potential, surely he must strap a world belt around the waist.
tonight is the opportunity. Shashiko trying to attack, and the official struggling to get out of the way. They are moving at a rapid rate, and the pace is not relented. Now just adjusting the ring attire. There's a focus as he moves in, but there he just got a little bit lazy with a couple of shots, and well, Shashikul takes the warning. It looks as though Bacow had just sort of lost it there, was stumbling back. Shashikul was trying to take advantage of that. And considering he is the hometown favourite, I think probably got the rough end of that one, and then takes a right hand flush in the face. Bacow taking the centre of the ring, trying to plant the feet and try and work in behind the attack of Shashikul. Getting through with his shots to tie, but doesn't seem to be doing enough. And the way Bacow was taunting him there, I think he wants him to come forward. Shashikul trying to get the jab working, trying to build something now in this fifth. Needs a period of pressure again, you fancy, at this stage. Your life begins when teardrops start. A broken toy, a broken heart. Somehow you never quite get used to growing up. In a major new five-part series, Tony Robinson guides us through the incredible string of the network TV premiere of Assault on Precinct 13, Sunday at 10 on 4. Back in Thailand for this WBC flyweight title contest between the champion Chachayak Shashikul and Manny Pacquiao has reached round 7. Pretty close run thing to this point, but for me, Pacquiao just with the edge, mainly because he's the one fighting this on the front foot. Shashikul happy to defend for his life at times. He's been dropped on occasions, and as he was there, took that right hand and just had to shake it off a bit. Pacquiao has certainly got the power, but as yet has just lacked a little bit of precision. Just seems to be more of a focus on Pacquiao though when Shashikul runs forward. It's more in hope, is it, an expectation, which says a lot when he is the champion. But the mystique and euphoria which surrounds Pacquiao at this point is such that he comes in here with the reputation of a champion. This is Shashikul's fourth defence of this belt, and he's got a job on to keep it. Springing the step of Pacquiao, he's all action in this round, as he is all the time, and starting just to open up. And if one of these lands, Shashikul's got a problem. He's leaving that guard a little bit low at times as well. Left hand came through there. Pacquiao trying to go for that right hook as well, and Shashikul's just let the left glove drop on a few occasions. He's left the target open, and I think Pacquiao trying to work a position to take advantage of it. He's chasing down Shashikul now, and the Thai just desperate to get out of harm's way.
few worried faces at ringside. They're seeing their hometown hero be given the runaround. There's no doubt he's getting through with some shots, Sasha Cole, but he hasn't got the power at the moment. If he doubted Pacquiao's ability to take a punch or two, he's proved tonight that he can. At no stage has he really been in trouble. It's been a lot of that, hasn't it, where Sasha Cole has threatened, but he's not got himself in range. Pacquiao with a good left hand. Really drilled back through. And again there as he opens up at the end of the round. And just got the feeling, start of this eighth round, the Manny Pacquiao is brewing towards something, trying now to go at the body as well. He threw a little left hook at the start of this eighth round. Sasha Cole standing square on, and there's not quite the spring in the legs of the Thai champion. Pacquiao wielding at everything, just needs to settle himself, doesn't want to do anything silly. He's banging the gloves together and going after Sasha Cole. He's hungry for it now, and he's burrowing in. Not too much defense as he came in there, tried the right uppercut, wasn't far away from finding the mark. Decent body shot in there. Sasha Cole's taking them, but what are the effects of them? Just trying to tie it up there, that's always a bad sign. Managed to flick a little jab in there, but Pacquiao is walking through punches. Got in a left on the chin of Sasha Cole, who tried to offer some sort of riposte, but Pacquiao is just shaking them off and coming forward, and that is going to demoralize the champion. Oh, that was a good right hand from Sasha Cole. That'll make him feel a lot better, but he needs to back that up, and it's just angered Pacquiao. Tried the left uppercut in there, then a right hook, but it just flew over the top. And he almost looks frustrated, Pacquiao there. Good right hand again. More of a slap than a real thud. Sasha Cole is working desperately hard. But has he got enough? Both there seem to land on that exchange. Oh, that's a cracking pace. They've been like this since the opening bell, and here we are in the eighth round, and it's still toe-to-toe stuff. At no stage has Pacquiao accepted anything less than full-blown attack, and that left hand rocks Sasha Cole. Did he just glance at the official as well? I think he's in a spot above a hit. He looks like he's starting to puff a little bit, and down he goes. Well, there was a cracking body shot in amongst a barrage of blows that did for him, and I don't think he's going to get up here. He is flat out with nowhere to go. The champion on home soil is battered up, he's down, he's out, it's over. There's no need to make the count. Manny Pacquiao has come of age in Thailand. He is a world champion, and this is how he did it. And no wonder you have to slow it down. Look at that left hand, right on the money. That was the blow that did it. Just before that, there was a decent body shot that went in, which took some wind out of him too. And there's nothing more for Sasha Cole. His reign is over. The Pac-Man's has just begun.